どうも皆様ごきげんよう、クーです。それではコーヒートーク続きをプレイしていきましょう。今回は、9月29日火曜日から再開ですね。誰かが言ってたけど、このコーヒートーク未来の日付だから、クーは未来に生きてるみたいな、そんな話をちょこっと聞きましたね。コーチの2020へ行くべき10の理由、宇宙でのスポーツ大会が数十年後にも実現か、大病院での違法抗変新薬売買撲滅へ向け WHO が本腰。あ、今夜はこの2人からスタートなんですね。あいつは本当に変わらんな。あ、だが意外と楽しかった。かつての仲間たちと旧交を深め温めるのは、ご縁に合わせてくれて感謝する。いいってことよ。あ、何でしょう。また注文したい。いつものやつ。実験ですね。こうしよう。以前に伝えた材料にミルクを加えてみてくれ。あとは任せた。あれでしょ、ガラハットでしょ。大丈夫。作り方を見て一応ちゃんと確認します。違うね。あれ、あ、紅茶、紅茶ミルクショーガー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 。 OK です。これで完成するはず。はい、ガラのためのガラハット提供いたします。どうでしょう。ドンピシャの味だ。よかったね。あなたはファイドさん、もう一杯飲むかい。いや、今はいい。ところで君たちの会話が聞こえてしまって、二人は古い付き合いのようだね。まあ以前もそういう話してなかったっけ。ああだな。ガラは私の用心棒だった。用心棒。二人はこの場所で会ったとか。そうだ、ここがバーだった頃にな。何があったんだい。ハイドはドワーフのカップルにボコられていてな。ひどいざまだったんで俺が助けに入った。吸血鬼ってのはその強いと思っていたが、私は吸血鬼だがカンフーの使い手じゃない。それに少し寄っていて、シラフだったあんな奴ら軽くひねっていた。シラフだったらか。お前はベロベロだったぞハイド。俺が用心棒だってお前が奴らに言ったんだ。なるほど。待った、なら本当は用心棒じゃなかった。その時はな、赤の他人だった。それですごい大騒ぎになって俺ら二人とも店を追い出されてな。以来この酔っ払い吸血鬼につきまとわられている。あらあら、鬱陶しいガムみたいな、靴底のガムみたいに。こいつは運転できないくらい酔っていて、俺はタクシーを止めたんだ。ところがタクシーに行き先さえ告げられず、朝までこいつと付き合う羽目になったのさ。なるほど。私を見せないでくれて感謝する。あのドワーフどもに殺されていたかもしれん。何者なんだい。否定も断定もできないが、あのドワーフどもはマフィアとつながっていたようだ。で、おそらく私は株式市場で奴らに大損を食わせた。なるほどね。桁違いの額が何億とかそういうレベルじゃない。そりゃまずい。奴らは私に汚い金の洗浄を命じてきた。だから代わりに罵ってやった。ああ、言い争っているのが聞こえたよ。ハイドに罪はなかった。だから助けてやった。こいつらはイラつく人でなしやが詐欺師じゃない。こいつは、うん、偶然守護天使に使わせてくれた世界に感謝。そこで翌朝、私はガラの本当の用心棒になってくれと頼んだ。一晩中俺に迷惑かけまくった後でな。朝飯もおごってやったぞ。あれは例外だとは言わせん。正直あの頃の俺は情けない奴でな。一文なしだったから朝飯を断るって手がなかった。ちなみに60年代後半の話だ。特に俺のような男が職を見つけるのは大変だった。人狼会？そうだね、退役兵だ。なるほどね。退役兵はね、戦争がなくなった後はね、本当に居場所なくなるからね。で、用心棒がどうして病院で働くように。それはだな、ガラと働くようになって気づいた。その部分は省いてくれるか。すまない、あまり触れたくないんだ。そうか、余計なことを聞いてしまったね。簡略版なら話してやれる。要約するとハイドに助けられたんだ。俺の過去に関することでな。
その助けがあったから俺は新たな生きがいを見つけられた。そう、人を助ける、人が生きるのを助けることだ。もちろん俺みたいな人狼の退役兵にとって看護師や医者になるのは簡単じゃない。だから代わりに事務員になった。そういうわけで俺はこいつに一生分の借りがあるってわけだ。俺をしつこく助けようとしたおかげさ。話してくれてありがとう。君たちにそんな過去があったとは。ああ、とにかく今こそ何か頼もうか。何にするかい？ピリッと温まりかつさっぱりしている紅茶ベースの一杯を作ってくれるか。温まりさっぱりしていて紅茶ベース、紅茶、ミント、ジンジャーかな。これで何か出るはず。ミント生姜紅茶としか出なかった。じゃあ紅茶生姜ミントか。紅茶生姜ミント、紅茶生姜ミントの順かな。そう、これで何が出るんでしょうかね。何か出るはずなんだ。おろー、待って待って待って、ピリッと温まりさっぱりしている紅茶ベースの一杯。え、さっぱりしているってさ、あれかな、めちゃくちゃさっぱりしてるもんね。え、生姜とレモンかな。じゃあちょっと待って、ちょっと待って、紅茶、レモン、生姜、何か出るはずなんだけど何も出ないの、おかしくない？何も出ないよ。ちょっと待って、ちょっと待って、マジでやばい、マジでやばい、マジでやばい。もういいや、ミントでいいや。はい、こうするしかねえよ。はい、まさしく私が飲みたかった一杯だ。それでいいの？それでいいのか。ところで今日はこの店が何か足りないようだが、それはフレイヤーがいないんだと思うよ。ああ、今日はまだ見かけていない。噂をすればなんとやらってやつですね。おっと、噂をすれば。来たね。どうも、善人さん。ん？善人さんたち。と、吸血鬼さんも。善人に入れといてやれや。君にまた会えて嬉しいよ。フレイヤー。ちょうど今、君の話をしていたところだ。マジで？どんなこと？いや、姿が現れないねっていう話。君が店にいないから私が驚いたんだ。そうやって孫ほど年の離れた娘を口説こうってわけ？私には通じませんから。そういうことじゃないんだけどね。君を口説こうって気は毛頭ない。私は望みが高いのでね。言うね。今日はやけに疲れてるな、フレイヤさん。仕事がきつかったのか？なんでわかったの？人狼の直感だ。原稿を空に見せて貴重なアドバイスをいくつかもらった。それは何よりだ。力になれてよかった。だから一日中原稿を書き直してたわけ。なるほど。それと新聞用のコラムも書いて、全体的にはいい一日だった。まあ仕事の上では充実した一日だったみたいですね。それはよかった。だが休みを必ず取るんだぞ。調子に乗っていると人は無理をしてしまいがちだ。もちろんです、気温感。病院のことだけど、医療受付カウンターデスクの生活ってどんな感じ？医療事務だ、フレイヤ。あなたが実際何をやってるかいまいちピンとこなくて。まあざっくり言うと退屈な仕事だが、主に病院の運営面に関する所持を取り扱っている。あ、専門医の費用はいくらだとか、それが病院の収益にどう影響するかとか、なんかあれだね、総務部みたいな。経理部ですか。患者が手術や集中治療を必要としていれば、患者本人や家族ともやり取りする。ああ、なるほど。治療内容をリストアップし、命名の負担額を説明するんだ。人命を預かる経営部門って感じ。そういうことだね。なんだかすごく込み入ってそう。
難しい仕事だと思いますよ。だから俺に向いてるのさ。相手に共感しやすい者にとっては激務だろう。一方こちらは我が友人のように冷酷な者たちはビジネスの観点からのみ物事を見れる。なるほど。あなたの仕事ってなんであんまり話に出ないんだろう。さほど知られていない裏方の仕事だからだろう。確かに面白そうな仕事なのにあまり話聞かない。医者とか看護師は話に出るけど医療事務って全然出てこないよな。ひょっとして医療事務の多くは俺みたいなやつで病院の外ではめったに仕事の話をしないのかもしれん。なんで？俺の場合は特に理由がないからな。話す理由がないってことね。それに患者の私生活を取り扱っているしな、プライベートなことにも踏み入ってるわけですしね。高潔なプロ意識を感じるよ。特にこちらのお嬢さんの前ではそういった姿勢は大切だ。もっとも柄は高潔すぎる。はいと。しばらくこの仕事をやってるんでしょ？もう半世紀になる。そうだね。60年代から今20年代だから、そうだね。わあ、そんなに。待って、半世紀も同じ仕事？そうだ。昇進を求めなきゃ。異動の打診は何度も受けた。管理職だ。興味ない。なんで？俺が望んでないからだ。それにさっきも言ったが、俺には今の役職がしっくりくる。けど昇進すれば給料も上がるじゃん。当然だ。だが今の稼ぎで十分暮らせる。それに仕事は同じでも給料は上がっていくしな。あなたの考え方ってそこ知れない。そうだね。それがガラって男さ。さて俺はそろそろ仕事だ。二人と話せてよかった。あら？お前は残るか？アイド。ああ、この店の空気をまだ楽しみたい。あらあら、疲れてますね。なら2週間後に会おう。だな。良い旅を。良い旅を？どういうこと？またな、クー。あんたもフレイヤ。2週間後？どういうこと？ガラをさ、今、そうだね、フレンドがマックスになったらするよね。元軍人、現在は病院勤務。食べ物、温かいもの全般、生姜入りのやつ。メタルメイデン。フルメタルジャーヘッド。人生の過ごし方、他人を癒すことで自分を癒そうと努めている。なるほど。他人の幸せが自分の幸せみたいなもんですかね。ベイリースもマックスになってますね。血のしがらみから逃れ、一日一食の人生を捧げる。あ、なんかでもこれは前もなんか見たような気がするな。ね。はいよ、はい。ロストエンジェル事務所に所属。地球歴はかなり長いが、今でも人生の真実と目的を探求している。好きなもの、10年間一滴も液腸を飲んでいない自分。なるほど。それに誇りを持っているわけですね。で、人生の過ごし方は現在はモデル。過去は株トレーダー、起業家、ベンチャー投資家。まあ、なんかもう、すごいね。モデルとはまた全然違うね。でも株トレーダーは、なるほどね。それで、なんだ、ドワーフのマフィアたちを怒らせてしまったわけだ。なるほどね。了解いたしました。気をつけて。ガラさん食べに出ちゃうのかい？はい。けどさ、ちょっと信じらんない。ガラみたいな人があなたと親友だなんて。君が来る前ちょうどそのことを話していて、面白い話を聞き損ねた。で、二人はどうやって会ったの？おいおい、もう一度話せというのか。そう。いいじゃん、どうせ今夜は暇なんでしょ。うん、仕方ない。私たちはここがバーだった頃に出会った。で、まあ、カクカクしかじかケンケンガクガクってやつですね。ガラが元軍人だなんて初耳。あのごつい体なら違和感ないけど。けどわかんないな。なんでガラはその、体は超資本の仕事から医療の世界へ？まあ、そのことは話したがらないだろう。けど、あなたは理由を知ってると。私から聞き出そうというのか。ガラはそのことを話したがらない。ガラじゃなくてあなた、ガーちゃん。本気か、フレイヤ。あまり聞き出さない方がいいと思うよ。ただ、まあ、俺が推察するに、元軍人でしょ？戦争とはいえ、奪ってしまった命とかそういうのは取り返せないじゃん。で、やっぱり敵だったとしても、人の命を殺めてしまったってことは、
その殺めてしまった人の家族、遺族だね、要するにそういう人たちを不幸に陥れることだから、人の命、人ってまあこの場合はまあその吸血鬼とか人狼とか全てを含めてまあまあなんだろう、 そのものとするけど、その命を助ける仕事に就こうとして医療事務系になったんじゃないかな。医者とか看護師になるのは難しいからね。詳細を省くぞ。ガラは戦争へ行って心を病んだのだ。ああなるほどね。ガラがなぜ話したがらないか分かったろ。どうかな、けど辛いのは分かる。当時だったら特にね。あの終戦直後だもんね。ガラは自分の強さしか信じられなかった。だから体力系の仕事に就くしかなかった。けどそれじゃあトラウマは治らなくない？そうだな。それでもあいつにはそれしかできなかった。あるいはそれしかできないと思っていた。けどあなたはガラを用心棒に雇ったんでしょ？いや、当時はそんなことを知らなかった。それにガラは優れた用心棒で、奴ほどさほど親しくなかった。ああ、なるほど。だから個人的な感情は一切抜きで、私はあいつの力を必要とした。だがそれから私はあいつに興味を持った。興味って？クールな奴だと思った。それだけだ。数ヶ月して私はあいつの問題に気づいた。私は助けを求めろと言った。あいつは拒否した。そこは驚かない。まあ、ガラの性格だったらそうかもね。だが私は背中を押してやった。説明が難しい。最終的にあいつはプロの助けを借りたんだ。もちろんセラピーの最中に何が起こったかは知らんが、最後には新しい生きがいを見つけていた。あいつは用心棒の仕事を辞め、それからしばらくして病院で働き始めたんだ。で、今も働いている。すごいね。それを半世紀も続けてるんでしょ。なんでお前真ん中に座るねん。こんばんは皆さん。うわ出た。こら、また会えてよかった。我々もです、バリスタ。ところでこの間は君の名前を聞いてなかった。名前はあるのかい？名前もちろんです。地球ではニールと呼んでください。ニール。はい、ニール。それって本名なの？あ、もちろん違います。コミュニケーション性って、ん？コミュニケーション的特性により、我々は交流の際に名前といったさまつなものは必要ないのです。しかし、我々が地球上で学んだ限り、ニールという名前を聞いて宇宙開発を連想する地球人は多いようです。そういうこと。前回はここでお会いしません、ん？ここでお会いしていませんよね。見かけてはいるんだよ。数日前あなたがこの店から出ていくのを遠くから見た。とにかく私はフレイヤ、この店の常連ってとこで。あなたはハイドだ。あなたもよくこの店へ？地元民ではんでないにしてはそうだな。ああ、この辺ではないのですね。我々もです。あんたはどこから？遠い遠い星から来ました。遠くから。遠くっていろいろあるし、数千キロ先ってこと？いや、数千キロレベルの話ではない。もしかしたら数光年レベルかもしれない。もっとです。人類の奇妙な計算システムが役に立たなくなる地点よりもさらに遠くです。それって本当に遠いじゃん。シアトルで何やってんの？それとその服、あなたの星ってみんなそうなの？あ、これですか。地球へ到着した時、ある画像から選びました。どういうこと？ああ、アレミー・ジェンドリー、ん？ジェンドリーのアルバムジャケット。どっかで見たと思った。え？はあ。我々の任務に関して言えば、地球人とのコミュニケーションを学ぶ上で、この店は理想的なのです。ですが、まず、何かバリスタから頼ませ、ん？バリスタから頼ませてください。ああ、そういうこと。いつもので合ってますか？ってことは、お任せかい？はい。どの道違いは分かりませんので。本当に味を感じないのかい？はい。仮に僕が君の味覚に訴えかける飲み物を作れるとしたら。興味深い過程ですが、それが可能だとは思えません。では受けてたと。我々を驚かせてください。我々を驚かせてくださいか。我々を驚かせてください。我々を驚かせてください。難しい問題だぞ。前回コーヒーコーヒーコーヒーで苦味マックスにしたけどダメだったんだよ。さっぱり感マックスにしてみる。
さっぱり感マックスにしてみるか。レモンとかでいけるかな。レメンソール、どうだ。どうぞお任せの一杯だ。どうも。指から飲んでる。何やってんの。飲んでいます。そうやって飲むんだ。わあびっくり、あなたって面白い。どうも。今のは褒めている。普通はそうけど、フレイヤの場合は微妙だな。今のは最高って褒めてるでしょ。何者なの、ニール。我々ですか。旅人です。人類が天の川と呼ぶ地域で仕事をしています。天の川か。じゃあミルキーウェイを出した方が良かったか。もしかしてどんな仕事。我々の種を拡散させる任務を帯びています。本当に地球へ合コンに来たんだ。わざわざ遠く、遥か遠くの銀河系から。こんな広い宇宙にも返事はいるってわけね。気づいた、お父さん。いや特に。膝を打ったよ。我々には理解できませんが、あなたが笑っているならよかった。それはこっちのセリフ。っていうか、なんで地球人と交配したいの。めめめ、残念ながらそれは機密事項です。あらら。けど今のところ任務の成果は順調とは言えません。そりゃそうだ。あなたってかなり個性的だし、こんな店に来ている時点で順調じゃないよな。耐えられる女性って少ないと思う。君ならいけるんじゃないか。私？どうだろう。君は冒険心旺盛な女性だ。君がこの人と付き合って本のために寝たとしても意外ではないさ。怒らないのか。ちっとも。けどあなた間違ってる。この人と付き合ってもいい。けど遊びで寝たりはしない。本当か？正直そいつは意外だ。そうか？よく言われる。俺はフレイヤに対してそういう仕事で寝たりとかそういうのはあんまり想像したことなかったぞ。みんな私が尻がる女だって思ってるみたいで。そうなの？ちょっと失礼。我々の考えによると、あなたは物語と引き換えに我々と交配してくれるのですか？っていう可能性を今ハイドに言われたけど、それを否定したんだよ。あなたの任務がうまくいかないのも納得ね。ド直球なんだよな。デートで食事したりお酒飲んだりするくらいなら物語の引き換えにやってもいい。けど寝るのは本気の相手とだけ。ですが我々も本気で任務を。違う、任務でどうこうじゃないんだよ。フレイは本気で恋愛をしたいんだよ。そういうんじゃなくて、私と寝たいんだったら彼しか旦那さんにならないとダメってこと。そういった単語以前にも耳にしました。もう一度調べさせて。調べる時点で違うんだよな。これは極めて奇妙です。我々の発見によると、地球人の多くは人生の大半をたった一人の相手と共に過ごすのというのですか。そう、結婚っていうの、奇妙な概念です。そうした制限がありながら、なぜ人間はなぜに人口爆発の問題を抱えているのでしょう。結婚しないでも子供作る人がいるからだよ。地球人は自制心に欠けている。そして権力者たちも地球人を十分制御できていない。あまり長いこと生きている。どこぞの種族を引き合いに出すまでもなくな。それや子供の数にルールを設けても厳密に適用されていたわけではない。中国の一人っ子政策みたいなこと言うね。でももう一人っ子政策終わったからね。もうやってないからいい。ルールを破る者は大勢いる。地球人は自由に愛することは知っています。ですが同時に自制と地球を守るという概念も愛しているように感じました。少なくとも我々は集めた情報は、理論上はそうあるべきだ。けど地球人は愚かな。ありていに言えば、今日は多くを学びました。ですがもう一つ質問が。フレイヤさん、あなたの夫になるにはどうすれば。まずは手順を踏まないとダメ。普通はまず彼氏と彼女になってから結婚について話すものだし。ああなるほど。ではあなたの彼氏になるにはどうすれば。フレイヤが古いかどうか聞いてみるんだ。理解しました。
ではフレイヤさん、あなたはフリーですか？隣でさ、隣でなんだお前。まあ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 、でも憎めないやつだな。うん、彼氏はいない。我々の彼女になってくれますか？けどね、交際の始め方は人によって異なるからさ、誰かと誰かが付き合うまでは普通ちょっと時間がかかるものなの。びっくりです。地球人の交配プロセスはとてつもなく複雑です。そうですね、口がうまければもっと楽だ。口がうまいとはコミュニケーションがうまいってこと。我々にとっては大きな壁です。さらに子供を作るとなると、これは全く違う話になってきてね。大半の女性はあなたにコンドームを求めると思う。もうド直球コンドーム、はい、妊娠を避けるための道具ね。交配が目的なのに妊娠させてくれないとは。子孫が欲しくないのになぜ交配の儀式を。快楽のためだ。情報が多すぎて一晩ではとても処理しきれない。ところで避妊の話が出たけど、あなたたちはどうやってセックスを。さっきの飲み方を見ている限りコンドームは使えなさそうだし。ふむ、確かにそうだ。どうやってやるんだ。もう君たち、そこは我々は柔軟でして。ですが詳しくお話しする前に後輩の議員に同意していただかないと。こら、想像したくもないんですけど。あ、ご心配いりません。肉体的にも精神的にも気づくことはありませんので。そうね、怪しいもんだけど、とりわけ精神的にって部分が調査済みです。実験体も作成しました。全て証明されています。地球人の心っていうのはこの星のあらゆるものの中でも特に複雑なんだ。え、それは知りませんでした。地球に生まれるというのは苦労が多そうです。そうね、そこは同感だ。とにかく今夜は貴重な情報をたくさんいただき感謝します。我々の任務にとっては大きな意味を持つでしょう。今から基地へ報告に戻らねば。こうした新しい情報を使って今後はどうやって任務を進めていくつもり。それはまだ未定です。追って決定することになります。皆さんとお話できて楽しかった。どういたしまして。では失礼します。決して悪い人じゃないんだよな。どうかお気をつけて。うん。初めてこの店へ来た時も恋人を探してたんでしょ。出会い系サイトっていうか出会い系アプリで人と会う約束してたんだけど、すっぽかされたんだよね。けどその人は現れなかった。マートルさんをデートの相手と勘違いしちゃった。多くのゲーム開発者。そうそれってどうなるのか想像もつかない。かなりぎこちなかったな。マートルさんちょっと怒ってたしね。が、ああいった無邪気さに怒りは湧かない。あ、そうだね。そうね。ところで前回の後、あの子はまた店へ来たのか。ルアさんのこと。ああ、サキュバスのね。いや、来てなくない？へえ、ちょっと心配してんの？興味があるだけだ。いや、あれからは見てないな。彼氏なら数日前に店へ来たけど。フレイヤがやたら詮索するからガラさんにまで会話に加わっちゃってね。そいつは。君は天性のトラブルメーカーだな。いやー、君に言われたくないと思うよ。悲しいけどそれは認める。ガラが他人の会話に首を突っ込んでくるなんてよほどのことだ。あいつが本気で興味を持ったか怒ったかのどちらかだ。どっちか微妙かも。ところで私は明日ソウル行きの飛行機に乗らないといけない。今日はもう失礼するよ。ソウル、マジか。え、もうシアトル出てっちゃうの？ほんの1週間ほどだ。すぐにまた戻ってくる。そっか、なら静かな1週間になりそう。こら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 。とにかく私も行くわ。何も飲まずに座っちゃってごめん。うん、そいつは気づかなかった。君は本当に商売っ気がないな。フレイヤーは何も頼まなくてもお客さんを引き寄せてくれるからね。物は言いようか。で、タクシーは相乗りしたいものは？どうも、けど私はチャリだし。そうか、ではまた会おう。皆さんも気をつけて。OK です。じゃあ、今夜はここまで。レ・ベンソール。今回、私ですね、酸っぱくて爽やか、ちょっぴり懐かしい味。
そうなんだ。あのさ、一回コーヒートークに出てくる飲み物をなんか作って飲んでみたいんだよね。よし、じゃあ今回はここまでにしておきましょうか。はい、最後までご視聴ありがとうございました。もしよろしかったらチャンネル登録、高評価をよろしくお願いいたします。ではまた次回お会いいたしましょう。失礼いたします。